メッセージのタイトルを確認しましょう。ルカの福音書32回百人隊長のしもべの癒し、ルカ7章1節から10節。では朗読お願いします。ルカの福音書第32回百人隊長のしもべの癒し、ルカの福音書7章1節から10節。イエスは耳を傾けている人々にこれらの言葉をすべて話し終えるとカペナウムに入られた。時にある百人隊長に重んじられていた一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って自分のしもべを助けに来てくださいとお願いした。イエスの元に来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を建ててくれました。そこでイエスは彼らと一緒に行かれた。ところが、百人隊長の家からあまり遠くないところまで来たとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスにこう伝えた。主よ、わざわざご足労をくださるには及びません。あなた様を私のような者の家の屋根の下にお入れする資格はありませんので。ですから、私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいとは思いませんでした。ただ、お言葉をください。そうして、私のしもべを癒してください。と申しますのは、私もケインの下に置かれているものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に、行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。また、しもべにこれをしろと言えばそのようにします。イエスはこれを聞いて驚き、振り向いてついてきていた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。使いに送られた人たちが家に戻ると、そのしもべは良くなっていた。はい、ありがとうございました。では、タイトルをもう一度確認しましょう。ルカの福音書32回、百人隊長のしもべの癒し、ルカ7章1節から10節。さあ、この箇所ですけど、非常に興味深い箇所です。今日は、異邦人とユダヤ人が共に登場します。そしてこの癒しの記事を取り上げているのはマタイとルカです。で、マタイとルカが取り上げているんですが、それぞれ視点が異なります。そしてこの話は実は視点が異なるだけではなくて、終末論にまでつながっていくような要素を持ってるんですね。そういう意味で非常に興味深いと思います。最後の結論のところで、そのことを明らかにしていきますので、どうぞ最後まで期待してお聞きくださるようにお願いをいたします。さあ、いつものように文脈の確認から入りましょう。文脈の確認。今までどういう流れになってきたのか。イエスは弟子たちに対して平地での説教を語られた。これ、前回で平地での説教が終わりました。で、語り終えると、カペナウムに入られた。そのカペナウムに入ったところからルカの福音書7章が始まります。ルカはこの7章8章で何を伝えようとしているかっていうと、イエスがいかに憐れみ深い方であるか、それを伝えようとしている。ルカはイエスを憐れみ深い方として描いています。それが7章8章の内容ですね。で、群衆はその憐れみに満ちた行いを見たときに、これは神が介入されたんだというふうに見なしたわけですね。神が介入された。ところがパリサイ人たちはイエスの奇跡を見ても、イエスに関しては非常に懐疑的、疑い深かった。この違いがありますね。いずれにしてもルカはイエスを憐れみ深い方として描いたんだ。そして次、憐れみの行為の一例としていくつかの例が出てくるんですが、今日最初に出てくる例が百人隊長のしもべの癒し、これがイエスの憐れみの癒し、憐れみの例として出てくるわけです。そして並行箇所はマタイ8章5から13、8の5から13に同じ物語が出てきます。先ほど申し上げたように、しかしマタイとルカの視点は若干異なりますよということですね。さあ、そこで今日のメッセージのアウトラインを確認しましょう。今日は4つに分けてお話をします。まず1節、舞台設定。2番、ユダヤ人の長老たちの懇願。2節から5節。3番、百人隊長の願い。6から8節。4番、イエスの驚き。9から10節。この4つの流れでお話を進めていきます。そして今日の結論、着地点です。今日は3つあります。弱者への配慮。2番、ユダヤ人と異邦人の関係。3番、マタイとルカの視点の違い。どれも非常に重要なポイントですので、着地点をしっかりと押さえたいと思います。では、アウトラインに戻りましょうか。4つあります。1番、舞台設定。2番、ユダヤ人の長老たちの懇願。3番、百人隊長の願い。4番、イエスの驚き。そして結論、着地点ですね。3つあります。1、弱者への配慮。2、ユダヤ人と異邦人の関係。3、マタイとルカの視点の違い。これが今日の結論ですね。さあ、これでイントロダクション終わりました。では早速本論に入りましょう。ご準備いいですか？いきますよ。Are you ready? はい、じゃあ行きましょう。今日は百人隊長のしもべの癒しについて学ぶ1番目のポイント、舞台設定、一節ですね。この箇所を読んでみたいと思います。イエスは耳を傾けている人々にこれらの言葉をすべて話し終えるとカペナウムに入られた。これは平地での説教が終わって次にカペナウムに入ったというお話ですね。さあ、これ7章の一節ですけど、これは文法的には移行文ですね。話を次に進める、物語を次に進めるための移行文です。で、平地での説教で耳を傾けていたのは弟子たちだけではなかった。それ以外に群衆たちもいたわけですね。ですからイエスは耳を傾けている人々にこれらの言葉を全て話し終えるとという表現になっているわけです。一般の民衆もイエスの教えに耳を傾けていた。イエスの教え、それに人々が耳を傾けた。このことを強調するのがルカの特徴ですね。さあ、平地での説教が終わりました。そして次にイエスは何をされたかというと、カペナウムに入られたわけですね。カペナウムという町に入られた。イエスはこのカペナウムという町を伝道の拠点にされました。ガリラヤ伝道の期間、カペナウムが中心地だったわけです。そしてイエスはこの町で多くの奇跡を行われました。さあ、その奇跡の最初の例が今から出てくる百人隊長のしもべの癒しですね。カペナウムを舞台にこれが行われますということ。さあ、これで舞台設定終わりました。一節の解説終わりました。じゃあカペナウムで何が起こったのか。次、2番目のポイントに行きましょう。ユダヤ人の長老たちの懇願、2節から5節ですね。2節、3節をまず読んでみましょう。2節。時にある百人隊長に重んじられていた一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って自分のしもべを助けに来てくださいとお願いした。2節、3節ですね。この内容を解説しますね。ここである百人隊長が登場します。皆さんもご存知だと思いますが、百人隊長というのは通常ですね、100人の部下がいるわけですが、実際は60人から80人ぐらいだったようですね。60人から80人ぐらいの兵士を統治指揮する下士官、これが100人隊長です。で、ローマ軍が非常に強いとこういうふうに評価されていたわけですけど、ローマ帝国の軍政において100人隊長が軍の主要な骨格を形成していた。だからローマ軍の強さっていうのは100人隊長の優秀な能力に依存していたということが言えるわけですね。で、100人隊長っていうのは通常は非常に由緒ある家系の出で魅力的な人物が多かった。文武両道、知的にもまた戦いにも優れていた魅力ある由緒ある家系の出であった。で、新約聖書で100人隊長が何人ぐらい出てくるかご存知ですか？大小いろんな100人隊長いますけど、詳しく出てくる人もちょっとだけ出てくる人もいますけど、カウントしてみるとね、合計9人出てくるんです。9人の100人隊長が登場しますけれども、注目すべきポイントは9人全員が非常に好意的に描写されています。ですから新約記者たち、福音記者たちは100人隊長のことを高く評価していた。好意を持って描いてるということですね。で、ルカが7章で取り上げているこの100人隊長も非常に好意的に描写されています。さあ、この100人隊長のしもべが病気で死にかけていた。しもべっていうのはこれは奴隷ですよね。しもべが死にかけていた。マタイとルカの表現の違いを見てみましょう。マタイはこう書いてあるんです。中母のために家で寝込んでいます。ひどく苦しんでいます。これはマタイの書き方ですね。ルカは病気で死にかけていた。お医者さんですからより詳しく診断しているわけです。病気で死にかけていた。そのしもべはしもべをイエス様のところに連れてくればいいわけですけど、でもルカの表現見ると病気で死にかけていたわけですから、しもべはイエスのもとに連れてくることができないほど苦しんでいたということですね。さあ、さっきの聖句に戻ってください。で、この100人隊長がしもべのことを非常に気にかけているわけですが、この時代しもべ、奴隷っていうのは所有物ですから、だから主人がしもべのことをこんなに気にかけるっていうのはこれは稀なことなんです。例外的なことなんです。しもべっていうことはギリシャ語でパイスという言葉なんですが、これは息子とも訳すことができる言葉をここで使ってます。ということは、おそらくこの100人隊長にとっては、このしもべっていうのは家族同然の存在だったと思われますね。おそらく彼は結婚していなかったんでしょう。100人隊長というのは単身で独身のままで軍に仕えることが多かったわけです。ですからこのしもべが家族同様の存在であった。だから非常にこのしもべのことを気にかけたわけですね。ここまで見てもわかるように、ルカはこの100人隊長を好人物として描いています。しもべに対してもこれほど配慮する100人隊長。で、彼は何をしているかっていうと、彼はユダヤ人の長老たちを送ったわけです。イエスのもとに派遣した。彼自身が来ないでユダヤ人の長老たちを派遣した。で、これは仲介者を通してイエスに依頼しているわけですが、古代世界では本人が直接行くよりも仲介者を通して何かを依頼するっていうのはこれは一般的な習慣なんですね。で、派遣されたユダヤ人の長老たち、これは私たちがラビと呼んでいるユダヤ教の教師たちでしょうね。長老っていうのは大抵ラビです。で、ラビたちが代理人になってるわけですが、誰の代理人になってるかというと、100人隊長ですから、これは異邦人です。ここですごく稀なのは、ナビたちが異邦人の代理人になっていると、これ極めて珍しいケースなんです。さらに非常に興味深いのは、この百人隊長はイエスのことを聞いてある信仰を持ったわけですけど、ラビたちは、ユダヤ人のラビたちは本来イエスのことを信じていないはずなんです。信じていないラビたちがイエスをメシアとして信じてないのに、百人隊長の依頼に基づいてイエスのところに来て熱心にお願いしたって、不思議なことが起こってるわけです。で、なぜ長老たちがイエスに熱心にお願いしたのか、そこにはある理由があるんです。その理由が次4節から5節に出てまいりますから、それを見てみましょう。4節5節。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。これ「熱心に」と書かれてあります。この人はつまり百人隊長です。自分たちを派遣してくれた百人隊長。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。すごい言葉ですね。ユダヤ人の長老たちが異邦人に関してこういうふうに言ってるわけ。あの人はそれだけのことをしていただく資格があるんだ。私たちの国民を愛し、つまりユダヤ人を愛し、私たちのために自ら街道を建ててくれました。ユダヤ人を愛し、ユダヤ人のために街道を建ててくれたっていうわけですね。これがラビたちがイエスのもとに来た理由なんです。通常ユダヤ人たちはローマ兵を嫌っていました。なぜかというと、ローマ兵はローマ帝国の手先であって、ユダヤ人を抑圧する人々でした。ところがこの百人隊長は違ったんです。彼はユダヤ人から認められていました。彼はイスラエル人を愛していたんです。ですから一般のローマ人とは異なるんです。そして単に愛してるよと言ってただけじゃなくて、その愛は具体的な形を持って現れたんです。それが何かというと、ユダヤ教の街道を建てたって。当時どれぐらいお金がしたんでしょうか。一軒の家を建てるっていうようなもんじゃないですね。たくさん自分の財をはたいて、そしてユダヤ人のために街道を建てたというわけですね。で、この百人隊長はそれぐらいユダヤ人のためにしているわけですが、彼はいわゆる神を恐れる異邦人です。つまりユダヤ人のように割礼を受けてモーセの律法を実行しているわけではないけれども、そうなると改宗者になっちゃうわけです。そうじゃなくて、改宗はしていないけれどもユダヤ人が礼拝している神を崇めている、神に喜ばれる歩みをしたいと願っている異邦人、これを神を恐れる異邦人というわけです。そしてこの百人隊長はユダヤ人を愛し、街道を建ててあげることによって、いわばユダヤ人に貸しを作っていたわけですね。古代世界においてはこの貸し借りっていう概念は非常に重要なんですね。結構義理堅かったわけですね。今でも貸し借りっていう概念はありますけど、でも薄れてきてますね。で、ユダヤ人たちはこの百人隊長から借りを作っていた。だから今返さなきゃいけない。だから熱心に来てイエスにお願いしているわけです。並行記事、マタイの福音書の並行記事を見ると、そこでは百人隊長が直接イエスのもとに来ています。ルカではユダヤ人の長老たちを派遣して彼らがイエスのもとに来てるんです。これを読み比べて、ほら聖書には誤りがあるという人がいるんです。マタイは百人隊長が来たことになってるけど、ルカでは百人隊長は来ていない。これ間違いだというわけですが、そうではありません。それは当時の文章の書き方をよく理解していない。ユダヤ的背景を理解していないから、そういう間違った結論を出してしまうわけです。ルカは何をしているかというと、起こったことを、つまり事実をそのまま書いてる。これがルカの書き方なんです。マタイは違うんです。マタイは事実を要約して書いてるんです。つまり何かというと、百人隊長がユダヤ人の長老たちを派遣したっていうのは、ユダヤ的に見ればこれは百人隊長が直接来たのと同じことなんです。それをマタイは書いてるわけです。ヘブル的には代理人を派遣するということは、本人が行くっていうことと同じことなんです。ですからマタイとルカの書き方が違っても、これは矛盾ではない、誤りではないということです。同じことを結局伝えてるんだということですね。じゃあこれで2番目のポイント終わりました。ユダヤ人の長老たちの懇願終わりました。じゃあ3番目のポイントに行きましょう。3番目はこれです。百人隊長の願い。6節から8節ですね。じゃあ6節から7節Aを見てみましょう。そこでイエスは彼らと一緒に行かれた。これ長老たちから懇願されたので、じゃあ一緒に行ってあげようというわけですね。ところが百人隊長の家からあまり遠くないところまで来た時、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスにこう伝えた。主よ、わざわざご足労くださるには及びません。あなた様を私のような者の家の屋根の下にお入れする資格はありませんので、ですから私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいとは思いませんでした。はい。6節と7節 B を今見ました。さあ、6節見てみましょう。イエスは百人隊長の家に向かったわけですが、これは、ここも理解しておかなきゃいけない。極めて例外的なことです。イエスが、ユダヤ人のイエスが異邦人の百人隊長の家に行くのは例外的なことです。さっき触れましたように、この百人隊長は神を恐れる異邦人でした。けれども、モーセの律法や、あるいは九伝律法を守っていない。だから、儀式的には汚れた状態にあったわけですね。彼の家も彼の食べるものも儀式的には汚れている。これはユダヤ教の考え方ですね。特に問題は食物規定です。食物規定上の問題があったわけですね。だから本来はユダヤ人であるイエスは異邦人の家には行かないはずなんですが、イエスは例外規定を設けた。なぜかというと、ユダヤ人の長老たちが例外を設けてください、家に行ってくださいと願ったので、イエスがそれに応答しているわけです。さあ、ここでもマタイとルカの記述の違いがあります。マタイの福音書では、イエス様にわざわざ来てくださるに及びませんという言葉は、これは百人隊長自身が語ってるんです。これはマタイです。ルカでは百人隊長は友人たちを派遣しています。これは2番目の代理人ですね。代理人のグループですね。違いもいいですね。マタイは当時の習慣に基づいて書いてるんです。だから百人隊長が語ったと同じだと書いてるんです。ルカは事実を書いてるんです。百人隊長自身が来たんじゃなくて友人たちを派遣したんだ。だからこの友人たちは百人隊長が派遣した2つ目のグループになっています。で、ここで注目すべきは百人隊長の謙遜な姿勢ですね。まあ彼が人々から尊敬される、愛される、評価される大きな理由はこの謙遜さにあると思いますね。いくつか確認してみましょう。まず4節でこういう言葉がありました。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。これはユダヤ人の長老たちがイエスに言ってるわけです。この人ってのは百人隊長。この百人隊長は資格があるんだ。あなたの恵みを、憐れみを受ける資格があると言ってるわけですね。だから本来は百人隊長は私には資格があると言ってもいいはずなんですが、6節に行くと彼はこう言っています。これは代理人を通してですね。あなた様を私のような者の家の屋根の下にお入れする資格はありませんので、6節。だから来ていただくわけにはいかないってわけ。資格がないっていう。百人隊長たちは資格があるっていう。彼は私には資格がないっていうんです。というのは、この百人隊長は神を恐れる異邦人ですから、ユダヤ人の考え方をよく知ってるんです。ユダヤ人が異邦人の家に入るのは問題だというのを彼はよく知っていました。さらに次、7節で、ですから私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいとは思いませんでした。つまり何を言ってるかというと、家に来てもらうだけじゃなくて、家の外で会うことさえ問題だと感じました。私にはふさわしいとは思いませんでした。というふうに言ってるわけですね。非常に謙遜な言葉をイエスに伝えたわけですね。でもそれではしもべは癒されない。謙遜の次に彼は信仰を告白しています。だから今から百人隊長の信仰に注目しますね。7節 B から8節。ただお言葉をください。そうして私のしもべを癒してください。と申しますのは、私も権威の下に置かれているものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。また、しもべにこれをしろと言えばそのようにします。はい。百人隊長はここで権威について論じています。彼ほど権威の意味を体験的に知っている人はおりません。どういう経験を彼はしているのか。彼の指揮下には100人近い兵士たちがいたんです。で、この兵士たちっていうのは上官の命令に従って動く人たちです。指揮系統が確立されていて、上官の命令は絶対である。でなければ軍隊は効果的に戦いを進めることはできない。で、100人隊長自身もまた上官の指揮下に置かれていた。だから自分の上官がこうせよといえば彼はそれに従っていたわけですね。つまり彼の体験は上官の命令が下れば下にいる者はそれに従ったんだ。それが権威というものなんだ。それを彼は体験的に知っていた。そして7節の B に戻ってください。そのことを前提に彼はこう言うんです。ただお言葉をください。そうして私のしもべを癒してください。なぜかというと彼はこう言ってるんです。イエスの言葉には権威がある。だからイエスが言葉を発したら病はその権威に服すると彼は固く信じていたわけです。つまりここでは自分と部下の関係イコールイエスと病の関係に置き換えてるわけです。自分と部下の関係イコールイエスと病の関係。で、自分が部下に命じれば部下は従う。イエスが病に命じれば病が従う。だからわざわざ来ていただかなくてもよろしい。ただ言葉だけをくださいと彼は求めたわけですね。これは大変な信仰ですね。そこで今日の4番目のポイントに行きましょう。イエスの驚きです。それは驚くはずですね。9節。イエスはこれを聞いて驚き、振り向いてついてきていた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。と7章の9節でイエス様は言われました。福音書全体見渡すと、イエスが驚いたっていうのは2箇所出てくる。イエスは2度驚いています。一つはマルコ 6の6。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。この場合は不信仰に驚いてるんです。それからイエスは近くの村々を巡って教えられた。これ文脈は何かというと、イエスがナザレに行ってるんです。ナザレっていうのはイエスのふるさとですね。イエスの故郷です。そしてイエスにとって最も身近な町なんです。その最も身近な町がイエスを信じなかったんです。ナザレっていうのはイスラエル全体の象徴でもありますね。そのナザレの人々が不信仰な態度を示した。それでイエスは彼らの不信仰を見て驚かれた。そしてナザレを去って近くの村々を巡って教えられた。これが一つ目の驚きですね。さっきの9節に戻ってください。二つ目の驚きはこの箇所です。百人隊長の信仰に驚かれた。なぜ驚いたのか。これ理由があるんです。何だと思われます？ユダヤ人であるならばヘブル語聖書を聞かされてるわけです。ラビたちから。メシア予言っていうのを一般のユダヤ人もある程度は知っていた。メシア予言の成就として来られたイエスをメシアだと信じるのは難しいことではない。それでもユダヤ人たちは一般的には信じなかったんです。ところが今日取り上げている異邦人、百人隊長はこれはメシア予言を知らない異邦人なんです。その異邦人がこれほどの信仰を示しているわけです。だからイエスはこれを聞いて驚かれたわけですね。ルカはここでメシア予言を知らない異邦人がイエスをメシアとして信頼している姿、イエスをメシアだとまでは受け入れたのかどうかわからない。しかしイエスがとてつもない権威を持った方であるということは認めているわけですね。このようにしてルカは異邦人の信仰が進展していく様子、成長していく様子を描いています。というのはルカの福音書を書くときにルカの頭の中には続編の使徒の働きを書く計画も持ってるわけですね。そして使徒の働きの中で異邦人が救われる。異邦人の最初の救いは百人隊長コルネリウスの上に成就したわけですから、これも百人隊長です。そこにつながってくるわけです。だからルカはここで異邦人の百人隊長がイエスに信頼したということを通して異邦人の信仰の進展、発展ぶりを描こうとしている。で、この箇所でマタイよりもルカの方が情報が豊富なんですね。その理由はルカは異邦人を大切に取り扱い、異邦人の信仰の成長を描こうとしているところにその理由がありますね。さあ、イエスは驚かれた。次10節。イエスが言葉を発したとは明確に書かれていないけれど、流れを見ると言葉を発したのは明らかです。というのは10節。使いに送られた人たちが家に戻ると、そのしもべは良くなっていた。はい。これは距離があり、しかも言葉だけでしもべが癒されたという話ですね。この癒しは百人隊長がイエスを信じた、イエスに対する信仰を持ったから起こったんですね。イエスは百人隊長が信じた通り、病に対する権威を示されたんです。だからこのしもべは癒されたんです。当時はユダヤ人の間ではね、奇跡を行う人の記録がたくさんあって、みんな大好きだったんです。そういうのは流布していたんです。しかし、奇跡の記録の中には、距離が離れた人を癒したという記録はないんです。だからイエスが言葉だけで距離が離れている病人を癒したというのは、これはもう圧倒的な奇跡。それゆえこの奇跡は特別なものとなったということですね。これでイエスの評判はまたその周辺に広がったはずですね。さあ、では本論の解説、そこまでにして今日の結論に行きましょう。今日は結論3つありました。それを今から見てみましょう。1番目、弱者への配慮。これを見てみましょう。イエスは弱い人、あるいは少数派ですね。今の言葉で言うとマイノリティです。イエスは弱い人、少数派、マイノリティに対して憐れみを示された。これはルカが一貫して伝えようとしているところですね。弱い人、マイノリティはどういう人か。もちろん経済的に貧しい人。あるいは酒税人、マイノリティですね。あるいは婦人。当時は評価されていなかったグループですね。あるいはサマリア人、さらに異邦人、貧しい人、酒税人、婦人、サマリア人、異邦人などをイエス様は憐れみの目で取り扱ってくださった。社会的弱者も神の救いの計画の中に含まれているというとルカは言いたいわけです。当時の基準から見ると、社会的弱者、取るに足りないと思っている人たちも神の救いの計画の中に含まれている。ルカの視点というのは本当に優しいですね。で、当時は2番、社会的弱者を抑圧することで自らの権威を維持している者たちがいたんです。弱い者をいじめすることによって自分を維持している人たちがいたわけですね。イエスはそのような邪悪な指導者たちから社会的弱者を守ろうとされた。これはイエスの憐れみの行為ですね。そこから出てくる私たちへの教訓ですね。3番目、私たちへの教訓ですが、イエスは弱い者を今も愛し守っていてください。つまり私たちは自分に関して、どんなに自分は取るに足りない、失敗者だ、ダメな人間だと思っていたとしても、イエスはその弱い私たちを愛して守っていてくださるんだ。だからうなだれてる理由は何もないんだ。イエスは私たちを支え守っていてくださるんだ。最近体力が落ちてきた、あるいは年を重ねてきた、もう昔のようにはいかない、将来暗闇しかないなと思っている方がいるとしたら、イエスが、神ご自身があなたを背負ってあなたを運んでくださるんです。イエスという方はそのようなお方ですね。これが1番目のポイント。弱者への配慮をされたんだということ。2番目のポイントに行きましょう。2番目はユダヤ人と異邦人の関係。これはルカの視点なんですね。さあ見てみましょう。私たち異邦人クリスチャンはこのことについてほとんど気づいていませんが、これ重要なテーマなんです。何かというと、ユダヤ人信者と異邦人信者の関係は初代教会において大きなテーマであった。最初はユダヤ人信者だけで教会ができたんです。その後から異邦人信者が救われて教会に加わるようになったんです。これはアブラハム契約という幹に異邦人が野生種のオリーブの枝が接ぎ木された状態ですね。ユダヤ人は栽培種の枝です。ユダヤ人と異邦人信者の関係は初代教会において大きなテーマであった。なぜかというと、宗教的背景も文化的背景も違うんです。イエスを救い主として信じたという点においては一致しているわけですね。でも背景が違う、経験が違う。だから新約聖書の書簡を読むと、ユダヤ人と異邦人の関係という問題を取り上げている箇所がたくさん出てくるんです。そういう視点でパウロ書簡を読んでみると納得できるところがすごく出てくると思いますね。で、2番目、ルカはその福音書の中で何を伝えようとしているかって、イエスを信じる異邦人は受け入れられるべきであると教えたんです。当時のユダヤ人がルカの福音書を読むとね、ユダヤ人信者が信仰を持っている、あるいはユダヤ人を愛した異邦人の百人隊長が受け入れられている。それと同じようにイエスを信じる異邦人を排除するんじゃない。偏見の目で見るんじゃなくて、彼らを受け入れなきゃいけないということをルカはここで伝えようとしているわけです。この百人隊長の信仰はイエスによって称賛されている。イエスが称賛したことをユダヤ人信者が否定してはいけないということですね。3番目、ルカは別の百人隊長コルネリウスの救いを取り上げている。これは使徒の働きに入ってからですね、さっきちょっと触れたコルネリウスですが、その箇所で使徒の働き10章ですけど、こういうふうに書かれてあります。ペテロがカイザリアのコルネリウスの家を訪問してこう語ってるんです。使徒の働き10章の34から36。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきりわかりました。何が分かったのか。これはっきり分かった。神はエコひいきをする方ではなく、アメン。どこの国の人であっても、つまりユダヤ人だけではない、異邦人であっても、どこの国の人であっても、神を恐れ、正義を行う人は神に受け入れられます。はい。神はイスラエルの子らに御言葉を送り、イエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えられました。このイエス・キリストはすべての人の主です。神はイスラエルの子らに福音を伝えたんです。イエス・キリストによって神との平和、ユダヤ人と異邦人の平和がなるよという福音を述べ伝えた。そしてそこで語られている救い主イエス・キリストはユダヤ人だけではない、すべての人の主です。ルカはここに持っていきたいわけです。だからカペナームの百人隊長の信仰っていうのは、これはユダヤ人と異邦人の関係で、ユダヤ人は異邦人信者を受け入れるべきであるという話につながっていくわけですね。私たちへの適用です。4番目。ここからどういう適用が可能なのか。分け隔てなく、すべての人に福音を伝えるべきである。分け隔てをしてはいけない。どういうグループの人なのか、どこの国の人なのか、そういうこと関係なしに、神を信じる人には救いが与えられるというところに立って、すべての人に福音を伝えるべきである。これが私たちへの適用ですね。3番、もう一つ重要なポイントを取り上げましょう。これは終末論に関わるポイントですが、マタイとルカの視点の違いがあるということ。これ何回か今日言ってますが、視点の違いがあるんですね。1番目見てみましょう。マタイは神の計画の中に異邦人も含まれていることを強調している。マタイは異邦人を排除する対象じゃないんだ。神は彼らの救いも計画しておられるんだということを強調しています。例えば、マタイの福音書8章ですね。10から12。これ並行箇所ですよ。イエスはこれを聞いて驚き、ついてきた人たちに言われた。誠にあなた方に言います。私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありません。はい、ここまではさっき確認した内容ですね。次。あなた方に言いますが、多くの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし、御国の子らは外の暗闇に放り出されます。そこで泣いて歯ぎしりするのです。はい。ここで、東からも西からも来る多くの人って誰かというと、異邦人信者のことです。イエスを救い主として、メシアとして信じる多くの異邦人が世界の隅々から来るんだ。どこに来るのか。天の御国。これ、千年王国のこと。千年王国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着くんだ。これ、ユダヤ人たちと一緒にです。しかし、御国の頃は、これはユダヤ人のこと。しかし、イエスをメシアとして信じないならば、たとえユダヤ人、御国の子らだと言われていたとしても、彼らはその祝福から漏れ、暗闇に放り出されて、そこで彼らは泣いて歯ぎしりするんだ。つまり、マタイは何を言ってるかというと、イエスを信じるならば、異邦人もまた救いの計画の中に含まれるんだ。信じないならばユダヤ人であっても拒否される。このことをマタイは伝えようとしているんです。多くの人が東からも西からも来てというのは異邦人のことです。じゃあルカの視点は何か。ルカの視点はこれです。ルカは異邦人がユダヤ人を愛することの重要性を強調している。これ違うでしょ、微妙に。マタイはユダヤ人に向かって書いてるんです。異邦人も救いに含まれてるよって言いたいわけです。ルカは異邦人に向けて書いてるんです。異邦人がユダヤ人を愛することの重要性を強調している。異邦人信者はユダヤ人を愛する必要がある。ルカ7章の3から5をもう一度見てみましょう。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って、自分のしもべを助けに来てくださいとお願いした。イエスの元に来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を建ててくれました。異邦人がユダヤ人を愛したから彼のしもべが癒されていくわけですね。つまりイスラエルを祝福する人が祝福されてるんです。さあそこから私たちへの適応を見てみましょう。私たちへの適応ですね。異邦人信者の責務っていうのがあるんです。それはユダヤ人を愛し彼らに愛による妬みを起こさせること。これが異邦人信者の責務ですね。マタイはユダヤ人に対して異邦人も救いに含まれていると強調したわけです。ルカは異邦人に対してユダヤ人を愛することが祝福を受ける秘訣だよと強調したわけです。視点が違うんですね。ローマ人への手紙 11:11。パウロがこう言っています。それでは尋ねますが、彼らがつまずいたのは頼れるためでしょうか。決してそんなことはありません。かえって彼らの背きによって救いが異邦人に及びイスラエルに妬みを起こさせました。はい。本来はユダヤ人のものであった救いが異邦人にまで及んだ。その結果、イスラエルは妬み心を起こして終わりの日にはイエスを信じるようになるんだ。で、この箇所は終末論にまでつながっているということがわかりますね。異邦人がユダヤ人を愛した。そしてイエスの祝福を受けた。このパターンは終末論にまでつながっていくパターンである。異邦人信者も救われる。けれどもその救いの目的はユダヤ人に妬みを起こさせるためである。そしてユダヤ人も異邦人もイエスを信じた者が共に千年王国で住むようになる。まさに終末論までつながっていく重要な箇所なんですね。一貫してますね。神様の計画は素晴らしいですね。そのような素晴らしい神様から私たちは召されてるんです。あなたの状況、あなたがどこの国のお方であるか、あなたがユダヤ人か異邦人か関係なしに、イエスは私たちの救い主となってくださいました。今、まだイエスを受け入れてない方、一歩踏み出そうじゃありませんか。そして、主イエスよ、あなたは私の救い主です。告白しようじゃありませんか。お祈りします。天の父なる神様、今もう一度主イエスがすべての人にとっての救い主であることを認め告白します。どうか私の魂をお救いください。主イエスキリストの皆によってお願いします。アーメン。はい、ありがとうございました。